こっちの方だと思うんだけどなぁ。秀様どこですかこの辺りは魔獣が多い。危険を避け、迂回した可能性もありそうだが。いや、それはない。まず、敵から逃げるって発想がない。全部切り倒すと思う。お前の対象は戦闘峡か何かか いや、戦闘機なのは。ま、会ってみればわかるよ。今はみんなを探さないと。この陽気な昼下がり。光秀様が取りそうな行動といえば。追跡しているなら、日の高いうちに目標との距離を詰めるのが。昼寝だ。え ささ、ソチャですが、飲んでたもれ。うむ。結構なお手前で。とてもおいしいです。ああ、見つけたーおお、チトじゃないか。おお、じゃないですよ。 服を取り戻して追いつくって言ってたじゃないですか。何こんなところでまったりお茶してるんですか。しかも結構本格的にずるい。いや、これは作戦会議だ。切って切って、切りまくるためのだけ,だけしいこと。んちとせ。 その者たちは正常の皆さんです。協力してもらうため、事情を話しました。ほんの一部。本当はめんどくさくなって、全話。隅々まで知られちゃった、てへペロ。でも、その代わりに、にゃんこを捕まえるのに協力してくれるって。 はじめまして俺は第七位王子ふむではこちら側も自己紹介させてもらおう花ぶさ。はあ私花さと申します <music> 皆様に日の本の伝統である 日の舞を披露するため参りました。日の舞そんなものがあるのか。ぜひ見てみたいな。はい。うん腹が。え大丈夫調子が悪いのかい,いえ、これはストレスを感じると。 いつものことですので、お次どうぞマロは大黒天、十二竜が一人、光秀の千切り竜なのじゃ千切り竜十二竜した玉千切りを交わしたドラゴン、ということかな の通り、やんごとなき絆家康のちぎり流マリシテンは来なかったけど君は来てくれたんだマリシテンは戦以外に興味がないからのじゃがマロは来てみたかったのじゃやんごとなきものをかじれるかもしれんしのかじるえっと。 やんごとなきものはかじりたくなるもの。<laughs> えっと、花さは舞の人、大黒天は光秀のちぎり竜。ってことは、あなたが目の十二竜士の光秀だわいかにも、我こそ十二竜士 おお<ー>ただし馬の名我が名は信長であるえっ、ー、光秀じゃないのなぜ粒子が二人も一人ずつ来るものなのでは まあ、普通であればな。だが、この信長、型にはまるなどごめん我が理想、天下統一のために、異国で学べることもあろうと参ったのだ。分かったような、分からないような。それで、光秀さんはどこに根の粒子光秀は、あそこだふぅ。<laughs> 寝てるな。ああ、もう姫様、起きて姫様やだ、寝る。いやじゃないです。他国に来てまでわがまま言わない。ほら、姫様、ちゃんとして。自己紹介してください。うーん もち、光つひで、根の粒子。彼女が根の粒子んじゃ、そういうことだから。あとはよろしくー。おやすみー。<laughs> ああ、姫様あなたが一番頑張らなくちゃなのに二度寝してどうするんですか姫様な、なんか、思ってた姫様と全然違う。可憐で真面目で有能なお姫様が来るはずじゃなかったのこれが日の元のお茶ですか。 苦いですが、奥深い味わい。この渋いのが、甘い菓子とよくあって、大変美味なのじゃ。おお、それは興味深い。<え>ちょ、ちょっといいかな。どうして俺たち、のんびりお茶してるんだっけエビスはちょっとツッコミ疲れが。 強烈すぎる個性にめまいがして。まあ気持ちはわかるけど、とにかくお茶を飲みながらでも話は進めよう。それで、エビスって何者なんだどうして服を奪おうなんて。えーっと、それはの。まあ誰だろうが何をしようがいいではないか。することは同じ。 奴を叩き切るで、取り返すなんでこうも極端なんだよ寝てばっかとか、納金とかど、とにかく、全員でエビスを追って、服を返してもらうってことでいいんだなま、切るかどうかともかく、作戦はそれっきゃねえみたいだな。取り戻せなきゃ今年の正月はお流れだ。 それじゃあ早速、出発しようか。まずは光秀を起こさないと。むくり。起きられましたか、光秀様。うん。服、取り戻さないとね、花房。えあ,あ、はい。これで服を取り戻せなかったら。 アマテラス様から超怒られるよ。うん、家元の後取り息子だって言うから、期待して連れてきたのにな。服を取られて、前も披露できないなんてことになったら。その後どうなるか、わかってるよね。に、うん。はい。<laughs> 尽力します。力の限りよしよし、頼んだぞ。大黒天もね。えマロそうだよ。エビスは大黒天の顔なじみでしょ浮かない顔してないで、看板なよ。じゃ、そういうことで。 みんながんばれー。うちは、もうひとねむりい。いた、いた、い痛っーぬお前もがんばるのだ、みつひで。さあ、共に悪猫を成敗するのだてててて、わかったから、耳が、耳が、 本当に大丈夫かな？とにかくみんなで恵比寿を追う。 水着でも、やることは変わりません。 いざ、檜舞台部隊へいざ、檜舞台部隊へ

あなただけでも大丈夫なのではそれほどの腕前ですが。